サノバウィッチ。はい、どうも、トウソクチュードレンのつくもです。ということで、サノバウィッチ積みルートパート7、続きから始めていきたいと思います。モテたくて始めたことだけど、やっぱドラムはスカッとするからいいな。カイド、みんなで演奏するのも結構楽しかったな。人前で演奏するのは恥ずかしいけど、でも楽しかったな。カリアまで、そうか。アイツさんのかけらを回収してしまった時と同じだ。その証拠に他にも見知らぬ人たちの声、まで次々と聞こえてしまう。どうもそれが呼び水になったらしい。また過去の夢を見てしまう。それはタンスの奥へしまい込み、そのまま忘れてしまったガラクタのような記憶だった。日常の中に紛れ込む一瞬を切り取っただけの本当につまらない出来事なのだ。あ、ごめん。数年前のことだったかな。教室で机の脇を通った時、カバンに何か当たる感触がした。直後にシャーペンや色ペン、消しゴムなんかが床に散らばる音が聞こえた。どうも女の子のペン入れを落としてしまったらしい。俺はしゃがみ込み、とっさに拾おうとしたのである。その瞬間、頭の中でビリッと静電気が弾けるような苛立ちの感覚が伝わってきた。一瞬舌打ちでもされたのかと思ったほどだ。でも、いいよいいよ、そんなの別に、自分で拾うから。え、その女子は笑っていた。前こそ困ったように八の字にしているものの、口元には人懐っこい柔和な笑みを浮かべていたので。ありがとう、気持ちだけ受け取っておくから大丈夫だよ。あ、うん、そう。星名くんって優しいんだね。多分同年代の男子に私物へ触られるのが嫌だったんだと思う。けどその気持ちの強さに驚かされ、同じ相手から笑顔を向けられていることでさらに驚かされてしまった。女の子ってみんなこうなの？正直結構衝撃だったのは確かだ。でもわざわざ夢に見るほどか？自分で自分に突っ込みたくなる。おい星名、ラッキーだったな、朝からさんと話せるなんてな。え、さんってほんと可愛いよな。ほら、夢の中なのに名前さえ思い出せる。ちなみにこの男子二人も当時席が 近かったというだけで名前を思い出せなかった。しかも気遣いができて優しいなんて最強じゃね。去年クラスのお嫁さんにしたい子ランキング1位だったんだってよ。へえ。ひょっとしてお星名もそう思うか。うん。ああ、ほんといい子だよな、マジ嫁にして。うん、会話を合わせるのもいつものことだった。この頃にはもうそんなことにもすっかり慣れていた。表面だけ。他人とは表面だけで付き合う方がいい。他人の気持ちなんてわからない方が多分他人を好きになれるのだ。深入りなんかしない方がいい。無痛の人間関係を築くことが当たり前になっていた。女の子は可愛いけど眺めるだけにする方がいい。この男子たちだって深く知らないからこそ憧れていられたのだろう。深入りすればきっと幻滅させられる、そう思ってきた。これも心の穴を無理やり削られたせいか、昨日ほどじゃないけど気持ちがネガティブなんだよ。思ったよりダメージ大きかったのかも。いや、おかけに入る前の俺は何か行動を起こす前から全て諦めていた。もともとネガな方が平常運転だったのだ。だとしても気持ちの浮き沈みが激しいんだよ。昨日シーバさんによろしくされた時、正直悪い気はしなかった。なのに今は女の子とペアで行動すること自体に漠然と不安を感じてしまうのだ。こんなことで大丈夫か俺。そこでちょうどシーバさんと稲葉さんを見かけてしまう。どうしてですか、つむぎ先輩。ごめんね、めぐるちゃん。今度のは自信あるんですよ。実はメンズの中にも女の子がつけてもおかしくないくらい可愛いのがあって、それを使ってガーリーに見せる方法を考えてみたんです。え、男の子用の小物で女の子っぽくできるの？ですです。男性アイドルにも可愛い系の人っているじゃないですか。昨日テレビを見てる時、これだって思ったんですよ。
確かにいけそうな気がするけど。例のチャレンジをまだ続けていたらしい。シーバさんにとっても女の子の格好をするのはこだわりだと言っていたはずだ。ごめんめぐるちゃん、せっかく用意してくれたのに悪いんだけど、しばらく待ってくれない？だからどうしてです？男の子用でもちゃんと可愛くしますよ。実はおかけんの悩み相談を私が担当することになったんだ。え、そうなんですか？でもそんな人来てましたっけ？来てたっていうか身内なんだよ。はい、シーバさんには星名くんの悩み相談へ乗ってもらうことにしました。あ、あやちさん。先輩の？あの人悩みなんかあるんですかね？おい。はい、みんなに相談するというわけにはいかない問題のようです。でもお二人は聞いたんですよね？ごめんね、別にめぐるちゃんが信用できないってわけじゃないんだけど、これは私にも責任あることだし、しばらくはそっちに集中したいっていうか。今までもあんなに悩んできたのに俺の方を優先してくれるのか。よくわかりませんけど、それなら仕方ないですね。でも、せっかくつむぎ先輩に似合うと思って用意したのにな。それは本当に後ろ髪引かれるんだけどね。でも苦笑いするシーバさんから流れてくる感情は申し訳ない、がっかりしているというものだった。感激しかけていたのか、はっと我に出かけてしまう、はっと我に帰ってしまう。女の子は笑っていても気持ちは別。うわ、星名くん、おはよう。おはよう。そこでシーバさんに見つかり、わざわざみんなから離れて小走りに駆け寄ってくれる。今朝はどう？あれから気分悪くなったりしてない？大丈夫。よかった。かけらを吸収しても心の穴は閉じたわけじゃないから。また昨日みたいになってないかちょっと心配してたんだよ。あれ、星名くん、ちょっと顔色良くない？背伸びして顔を覗き込まれる。だから大丈夫だって。シーバさんが心配するほどじゃないよ。心配してくれているのに固い声を出してしまう。ああ、ごめん。だったらいいんだけど。とにかく今日から一緒に頑張ろうね。まずはちゃんと方針とかも決めた方がいいと思うんだ。後で話し合いたいんだけど。星名くん、やってもらえばいいんじゃない？抑えきれずにそう口走ってしまう。少しでも女の子らしく見せたいんでしょう。ひょっとして聞いてた？シーバさんにだって悩みはあるんだし、俺のは付きっきりになるほどじゃないでしょう。今さら迷惑かけてまで何とかしたいわけじゃ、いや、言い訳しようとしてますますきつい言い方になる。俺どうしてこんなにイラついているんだ。ごめん、昨日からふわふわしたり不安になったりイライラしたり気持ちが落ち着かないんだ。しばらくそっとしててほしい。シーバさん、いきなり学ランの袖をつかまれたのだ。そのままぐいぐい引っ張られる。お願い、あやちさん、部室の鍵貸してもらえないかな？もちろん構いませんよ。ちょっと待って、部室へ行くの？まだ余裕あるけど。気持ちが不安定になるのは心が疲れてる証拠だよ。ごめんなさい、ちょっと押してしまいました。シーンに戻るよ。まだ余裕あるけどホームルームまでに戻ってこれる？気持ちが不安定になるのは心が疲れてる証拠だよ。やっぱりまだ昨日のダメージが残ってるんだと思う。いや、でもシーバさんに迷惑かけるでしょ。星名くん、もし今迷惑かけてくれないんだったら私怒るからね。背伸びしながら精一杯睨みつけられてしまう。全くと言っていいぐらい迫力はなかったけど、本気なのは伝わってきたから。ごめん。私こそごめん。先に部室へ行って待っててくれる？いいけど。
一緒に行くんじゃないのか。カバンくらい教室に置いてくればよかったな。言われた通り部室に来たのはいいものの、どこへ何をしに行ったのだろう。予想してたより長く待たされてしまう。お待たせ、星野くん。ようやく姿を現した椎葉さんはなぜかやたらと胸の前を気にしていた。いいよ、時間取らせてるのはこっちだから。それよりさっきは変な態度取ってごめん。星野くんこそ気にしないで。それよりこっちへ来てくれない？じゃあ行くよ。わ、シーバさん。昨日はこれで心の穴が埋まったはずだし、気持ちも落ち着くんじゃない？どうかな。確かに昨日も同じこと。あ、シーバさんこそまた気分悪くなるんじゃない？大丈夫、赤木から聞いたでしょ。なるほど、だからね、ある部分を外してきたんですね。私がどこまで女の子っぽくできるかはポイント制なんだって。けど確かそれは下着のせいでほぼ使い切ってるはずじゃ。あれ、昨日とその胸の感触が違う。柔らかさは変わらない、でも何かこうもっと生っぽい感触がする。下着はね、さっき変えてきたんだ。何に変えてきたかは聞かないでほしいかな。ノーブラってこと？感触が違うのは硬い布に守られている感じがなくなったせいか。しかも変えてきたってことはまさかしたもん。けどそれ以上いやらしい気持ちになることはなかった。よし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 。ハロウィンの時あんなに小悪魔のコスプレで喜んでくれたのに、男の格好しかできずあんなに悩んでいたのに、イラバさんの誘いを断ったのも俺の悩み相談を第一に考えてくれたからなのか。昨日みたいに途中で気分が悪くなったら困るからだというのに、俺はいきなり拗ねた態度を取ってしまった。どう少しは心の穴が埋まってきそうかな。優しく声をかけられ、どうしたわけか目頭が熱くなってしまう。背中へ腕を回し、思いっきり椎葉さんの胸へ顔を埋めていた。不安定な気持ちの行方が自分でもわからない。とにかく今は涙を見られたくなかったんだけど、どうもそれに気づかれたらしい。もうしょうがないな。やっぱり椎葉さんは何か違う。他の子と何か違う。こんな俺にも裏のない笑顔を見せてくれる。温かい気持ちが流れてくる。それがとても癒されるんだ。よしよし。星野くん、私よりずっと背が大きいのに、私の方がお母さんみたいだよ。俺、母さんのことほとんど覚えてないけど、そうかも。お母さんみたいで安心する。さすがに惹かれたか。けど相変わらず椎葉さんから嫌な感じは伝わってこない。そうなんだ。だったらいいよ、しばらく星野くんのお母さんでいてあげる。よしよし。こんな姿他の人には情けなさすぎて見せられないだろう。それでも甘えたくなってしまうから不思議だった。すごいな椎葉さんは。本当のお母さんもこんな感じなのかな。さすがにそれは保証してあげられないかな。だってこんな男の子みたいな格好したお母さんはいないと思うよ。格好は関係ないよ。それでも椎葉さんは可愛いしすごく落ち着くから。はいはい、普通お母さんに可愛いなんて言う？どっちにしろ私じゃ貫禄不足だよ。そうか、じゃあお母さんじゃなくて椎葉さんだから落ち着くのかな。椎葉さん。背中をポコポコ叩かれてしまう。あ、いた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 。ひょっとして俺また変なこと言った。ほ
星野くんは自覚ないところが立ち悪いよ。もうおしまい。お母さん呼ばわりしたことを怒るならまだしも、一緒にいて落ち着くで怒られるのがわからん。やっぱり女の子は謎だ。感情が読めてさえさっぱりわからない。ごめんごめん、でも感謝してるから。それはわかってるつもりだけど、星野くんの心の穴が少しでも埋まってくれれば私も。あれ、シーバさんはかけらを入れた小瓶を出して首をかしげて、あんまりかけらが戻ってきてないみたい。嘘、すごい癒される感覚があったのに。いや本当だって。ごめん、疑ってるわけじゃないんだよ。でもこれじゃ本当は感謝してなかったみたいじゃない。昨日同じことしてもらった時はちゃんと回復したのに。だからじゃないかな。どういうこと？同じことしてもあんまり効果がないだけかも。刺激に慣れちゃうんじゃないかな。あんまり慣れたって感じはしなかったけどな。でも同じことしても同じところまでしか回復しないって可能性はあるか。それも踏まえて今後の方針を決めた方がいいかもね。もうシーバさんの胸へ顔を埋めてもらうことはできないのか。って、いやいや、あくまでシーバさんは好意で協力してくれてるんだ。不純なことを考えてどうする。そう思う一方で、赤木が交尾しろなんて言っていたのを思い出してしまうのだからどうしようもない。星野くん、どうかした？なんでもないよ。そう？さすがに授業が始まる前には戻った方がいいだろうから、続きは放課後に話そう。わかった。けどこれじゃ一方的に協力してもらってるだけだ。お礼とお詫びを兼ねて俺からも何かお返しができないものだろうか。はい、ということで今回ちょっと早いんですが、キリがいいんでここで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。